がとう。よいしょ。はい、ということでファーストコメントさん、エルルマルピさん、そしてイクメさん、大きなミキさん、Thank you very much、 ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。 Thank you、 ありがとうございます。よし、ということで、はい、で、じゃあちょっとテロップ書きますね。明日誕生日というテロップを書きます。明日誕生日たーたーんじょう誕生日、はい、ということで、はい、皆さんこんばんは。かまちゃんさん、ハートありがとうございます。ありさんのルンゴさん、クラッカーパッパー、ありがとうございます。ありがとう。よいしょと、でですね、皆さん、以上、ちょっと待ってね、よいしょ、はい、よいしょ、皆さん、皆さん、ファンの方からお花をいただきました。あのノアピのファンの方一同ということで、これ本物ですかね。本物だね。ありがとうございます。本当に綺麗な花をいただきました。いや、バイオレットとブルーでノアピカラーでもあり、すごい嬉しいです。とても大きな花束をありがとうございます。ありがとう、本当に嬉しいです。ありがとうございます。すごい豪華。わー、一同ノアピファン一同での方からいただきました。すごく嬉しいです。食べたらわかるよ食べませんノアピカラーすごい綺麗です。本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいいやー、ありがとうございます。これはね、ちょっとね、配信のところで見せたいと思うのですが、どこに飾ろうか今ちょっと、ね、悩んでてですね、もうね、ちょっとね、こうなっちゃうとちょっとね良くないので、なんかここに飾るのも難しいし、結構ね、もう予想定外でした。この大きな花が来ると思ってなかった。本当に生誕祭のような感じの大きな花で、ありがとうございます。ナピの目の前あ、ユミリさんみたいな感じかなよいしょ。あ、一時期花を飾られてましたね。お、ナピちゃんがギリギリ見えるナピちゃんがギリギリ見える。うん、これいいね。なんか後ろが見えなくなっちゃった。ちょっと待ってねちょっと待ってね。大きいね、これ。ありがとうございます。すごく嬉しいです。めっちゃ嬉しい、本当に。よいしょ、よいしょ。あ、ここに置いたら見えない。よいしょ、こことか。よいしょ、おおおおおお、危ないよ君たち、こっちに来るんだ。よいしょ、ギリギリ見えるか見えないかって感じか。よいしょ、で、難しいね。なんかあるかな、台とか。なんか、よいしょ、ここら辺、よいしょ、こんばんは。よ、これでちょっと見えるかな。で、これをこうして、こう、こう、
こうすると難しいね。たたキープ。よいしょ、これもあげます。ああ、これだね。ちょっと待ってね。これはね、ちょっとあげるね。ちょっと待ってよ。このボードがあんまよくなくなっちゃうから。この子あげます。で、よいしょ。販売機は見えればいいから、よいしょ。はい、作業中で。石川の初の誕生日。完成したぞー。花束に触ると多分これ落っこちてきちゃうので触らないように作業します。で、わっよいしょ。ということで、これ以上私もちょっと前に行くと危ないので、完成しました。では、はい、綺麗な花束のところで、ここからはカードダスを作っていきたいと思います。カードダスを作っていきたいなと思います。よいしょ。カードダスを作っていきます。今ね、カード販売機っていうのなんだけど、花いい感じになりました。ちょっとね、少しだけパーツは組み立てました。ちょっと組み立てさせていただきました、パーツを。うん、小栗ゆうたろうさん、紙たくさんありがとうございます。初見さんですね。ナオピです、よろしくお願いします。12歳です、ぜひ応援してね。こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとう。12月23日までに6000人のフォロワーさんを目指しております。ぜひフォローしてね。ありがとうございます。のれんごさん、ありがとう。花束ありがとうございます。シンクさん、バラありがとう。キヨニさん、パチパチパッパラパーン、ありがとう。くたろさん、キラキラありがとうございます。はい、うん、よし、よろしくね。ではちょっと説明書を読みながら、少しこれでほぼ完成の、今日を完成させたいなと思います。ほぼよいしょ。はい、ということで、こんな感じの説明書がございます。カード販売機の組み立てをの説明図です。これをね、組み立てていきたいと思います。よいしょ。こんばんは。カードダスを作っていきます。で、ちょっとね、細かい部分はやってないので、ちょっとここからやっていくね。この丸めるところからやっていきます。で、丸めるところの説明書を読みます。その7番がこれだね。これ向きに注意だって。これをこうやってやるっていうところまでできたね。で、この丸7っていうのあるんだけど、こんばんは。このね、丸7番をこのさっきね、先ほどね、組み立てたこの子に丸めていきます。これがどうなるんだ？
こういう感じ。なんかこれでキューッとキュちょっと待ってね。あ、ん、難しいことを言っとる。あ、ん、あ、こういうことかな。ここでこうやってやって、こうやってやって、キューッと、あ、こうだ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 す。で、ん？見て、こうやって丸めるんだって。はい。はい。ちょっと待ってね、理解が追いつかないな。印刷のところに、あ、そういうことか。なるほど、よくわかった。ちょっと待ってね。このこれにこれをこうして、こうする、そるまし。で、こうするまし。で、ここ側で、印刷と印刷のところをくっつけます。よいしょ。で、ここからが始まりか。よいしょ。ここで、印刷と印刷をはめて、きれいにね、丁寧に、急く、手はめて、よいしょ。はめて、で、おお、こんな感じ。で、ここから、こうするまし。よいしょ。よいしょ。こうしていくまし。で、こんな感じで完成していくと。よいしょ。隙間にギューッとだから。おお。折れてはならぬ。折れてはならぬ。君、な、折れてはならぬ。で、ここで、ギューッとしていくと。なるほど。で、これでいい感じになると。あ、いい感じになりました。見て見て、うん、こんな感じになったら輪ゴムを4個かけます。一応4個あります。1,2,3,4 個ということで、かけていきます。これで4個使うんだね。1、今ね、カード販売機っていうね、これをね、組み立ててます。で、3、よいしょ。どうやってカード1枚ずつ出すんだろうね。ちょっと不思議。これ作りがね、ちょっとむずくてね、ガチャガチャよりも複雑だからね、今ね、苦戦中。だいぶ。こんばんは。ね、4つ目ということで、こんな感じで、はい、できました。上手、ありがとう。うん、これ、あ、この間塗ったやつ、そう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 、あの、こうやって色塗ったのあります、ちゃんと。ほら、この間ね、色塗ったやつ、正解。よしよしよし、よく覚えてたね。そうそうそう、これの、カード出すの、その組み立てバージョンです。こんな感じで組み立てました。はい、丸まりました。ということで、次、この今作ったものに歯車を差し込みました。そうです、歯車、歯車、これだね。歯車をはめていくよ。よいしょ、こういうのあるよね、歯車を、なんか、なんとかのーみたいな。よいしょ、歯車、ここの、よいしょ、ここにこうやって入れていくと、うん、この子角度が決まってる、難しい。よいしょ、ここで、こうで、よいしょ、ん、大丈夫かな、これ私。んー、ちょっと待ってね、私これ間違えてるかな。ちょっと待って、輪ゴムを外します。これは間違えてる。印刷のこの青い部分を折り込むんだ、折り込むんだ。 YouTube 見てるみたい。本当にYouTube の生配信です。
ありがとう。よいしょ。これを折って、折るところは今下でやってるね、机でやります、ごめんね。よいしょ、こんな感じで折ります。でこれを折っても変だな。あ、折ってこのところに入れるのか、印刷同士入れるのか、これもしかしてだけど、もしかしてだけど、よいしょ、ここで入れて、よいしょってやって、でここからここにこうやって入れてって、よいしょよいしょ、でこうやって入れます。パパトミさんありがとう、お誕生日おめでとう、当日もぜひ言ってね、よいしょ。はい、ということで、はい、こんな感じかな。あ、こういうことだ、理解した。理解したってなんやねん。で1、またちょっとね作りますね。2 で3、以上、こんばんは、4、あ、3だ。でこっちで4だ。はい、ということで横半分、イエーイ、いけた。でこれに歯車をやっていく。これで多分ね、ちょうどねいけるんじゃないかなと思います。ほら、いい感じの角度になりました。でこれはめるの難しいね、ちょっと難しいな、ちょっと難しいな、これ本当にはまるの。見て、ちょうどになっちゃってるから、これ大きくないんだ。難しい。これをギュってして、これをまずギュってします、ちょっとギュってします、これをガッと、よいしょ、ゴムじゃないか、お、いったいったいった、よいしょ。はい、でこれで下にこの引っかかる部分までやります。でこれをちょっとだけはみ出させます。で、よいしょ、 OK、 でここで止めさせます。はい、 OK、 これで大丈夫そうだ、いった。はい、こんな感じで歯車がはまりました。うん、あ、皆既月食見たよ、見た見た、ぜひ見てみて、ツイッター見てみて、マーピの研究生のツイッター見てみてください。そしたらわかるよ。ジョイゴイモンさん、バラありがとうございます、ありがとう。ということで、できました、力技。力技でできました。で、そしたらどうなるんだろう、これ、あ、見て、このシマウマで作ったものの、あのシマウマの目のところに、このシマウマさんの目のところにこれを入れていくんだね。ほほほ、よいしょ、ショキ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 、やっほーん、ありがとう。うん、見たよ、研究生のツイート、ありがとう。先ほどもツイートさせていただきました。ぜひいいねとコメントとお誕生日おめでとうとか、まだ早いか。ぜひこんばんはだけでもいいのでよろしくお願いします。そうそうそう、これがね、シマウマになって見えたからね、シマウマって言ってるの。よいしょ、あとはこのハートボタンもピンクにしていただけると嬉しいです。そらハート、よいしょ、ツイッターのハートボタンをよろしくお願いいたします。うん、シマウマ、そう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 、まだね、シマウマ呼び、こんばんは。うん、誕生日前日です。でこれをここにやっていくっぽいよ、よいしょ。あ、そうだ、ツイッターに空のね、
写真を載せたやつがあるんだけど、その空の写真のツイッターハートよろしくね、いいねよろしくね。どんな写真かってね、よいしょ、ツイッターにね載せたのがね、すごいね、こんな感じの写真なので、このね見て、ここねハート、空にねハートができてるっていうので、ぜひいいねとコメントなどよろしくお願いします。綺麗だね、これ綺麗、すごくね上手に綺麗な写真だなと思って載せました。ちゃんとのあぴちゃんも写ってます、後ろ姿ですがこれは本当にすごいいい写真だなって思います。とても良い感じで撮れましたうん、よいしょ、はい、ということで、このさっきのね今説明したシマウマにこのこれを筒を入れていきます。これもまたギュッとして、この輪ゴムがずれそうですね。ショールームのフォローもよろしくお願いします。よいしょ、うん、オーディションの時からハートです、ありがとう。よいしょ、竜が飛んでるようにも見える、そう、竜、竜どこだろう、あ、ここかな、ここのこの顔、もしかしてこれ顔かな、この一番暗いところの月の横に顔がある、もしかしてここのことを言ってる、竜わかるかも、確かに見て、ここにウサギがいる、ウサギがいるよ、すごい、ウサギもいるし、もういろんなものに見えてくるね。ここにもハートあるよ、ここにもある2つある、こことここのところになんかちょっとハートが2つあるキュンです、ありがとう、すごい、ここが一番大きいハートで、ここが二つ目のハート、うん、いいね、こりゃいいな、すごいこりゃいいなすごい、ありがとう、確かに竜にも見えてきた、のっちゃん、ということでハマりました、のびにいいことありますように、本当にいいことがありますようによいしょ、でこれはこういう形だね、こういう感じ、あ、ここ、うん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 、こうか、これで輪ゴムを同じ間にします、難しいね、同じ間、よいしょ、同じ間にしていきますよ、うん、想像力あるな、ありがとう、よいしょ、これからもノアピの想像を、想像力を生かして頑張りたいと思いますよいしょ、こんな感じで、ここでこうかな、で、よいしょ、はーい、ということでほぼほぼほぼ同じぐらいの均等の感じになりました、大丈夫、以上こんな感じになりました、はーい、イエーイ、でここに、ここに歯車じゃなくてこれをつけるそうです、青く塗った朝で、ね、作ったものなんですけれども、途中で終わったやつ、
青色の、間違えたんじゃないって言ったやつ、これをこのこっちの筒に入れていきたいと思います。これはよいしょ、こっち側このところにあのなんかあるじゃん、6時56分で合ってる、6時56分だよね、よいしょ、ありがとう、こんばんは、よいしょ、ちょっと待ってね、輪ゴムの位置を今変えます。ここを一番寄せなきゃいけなかった、よいしょ、寄せてねって書いてあったから、はい、でここでこれを入れます。ん？どうやって入れればいい？よいしょ、ここもまたまた力技的な、これ結構力が必要です、形に結構なってきてる、これね、なんかね、その中身らしいよ、よいしょ、これをよいしょ、入ってくれー、よいしょ、入ったー、おー、行きました、はい、イエーイ、できたぞー、できた、できた、やったやった、よいしょ、ということでここら辺、ここできましたね、よいしょ、ふぅー、できました、ででで、そしたらこの T シャツみたいなのを、そう、ペーパークラフト的なカード販売機、カード出しをねやってるの、初見さんのせいちゃんさんのアピです、よろしくお願いします、12歳です、ぜひ応援してね、こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします、明日誕生日ということでよろしくね、ありがとう、よいしょ、これはとりあえずはめます、 T シャツをどの向きではめるんだ、これも重要だよ、そうだ、私準備してた、つけるの忘れてた、前日、よいしょ、誕生日、カチューシャ、名前なんて読むの、モロクズのアです、のアピです、よろしくね明日で13歳、想像がつかない実感湧かないどうしよう、全然時間が湧かないぜ、こっちからこれ、これね、この向きで埋めるらしいです、しゅんちゃんさんかわいい、ありがとうございます、のあちゃんです、ありがとう、のあぴです、よろしくね、ぜひのあぴって呼んでね、ありがとう、はーい、ということで T シャツがはめ終わりました、 T シャツ的なのが終わったら、はい、で先ほどね、もうここに入れました10番をやって折り曲げて、そしたら11番と12番のこのなんかその土台的なのをが完成したら、うお、外れた、これがどの向きだ、よいしょ、これがちょっと待ってね、分からなくなってしまった、ここで、こっちかな、これでこっちだ、でちょっと待ってね、今よいしょ、12番が外れてしまったので、外れたので、よいしょ、はい、いっぱい、こんな感じのものを、できましたと、でそしたらこの子とこれを組み合わせるらしいです、こうやって合体、どうすればいいの、ちょっと待ってね、あ、こうかな、こうしてこれをこっち側の向きで入れるのかな、どうやって、あ、こうやってか、お、ベストキーヒトカヨ始まった、あ
ベストヒット歌謡祭をねちょっとねナオピね見ようと思ったんだけど、みんなでね、そしたら8時半からなのよ。じゃ配信終わっちゃうよ。だからねショック、みんなで見れないのよ。そうベストヒット歌謡祭自体はねもうね始まっちゃったんだけど、 STU さんが8時半なんだって。じゃけんそうなんか全体その STU 全体はもう始まったのよ。じゃけんねみんなで見れないことがちょっと残念でした。うんそうなの。よいしょ、こんな感じ。これどうやってはめるの、難しいね。見て、なんとかできた感じはするけど、ここじゃなさそうだな。ここなのか、見てこんな感じでできた。ピエンです。本当に残念です。誕生日来ても、8時までだと思う。お、なんかハマった。あ、ちょっと待ってね、これがずれた。よいしょ、こんばんは。よいしょ、あ、いった。結構いい感じだよ、間違えてなさそう。すごいできました。よいしょ、そうだベストヒット歌謡祭。あのねひよちゃんがね14歳になっても8時なら多分私は多分変わらんね。13歳になっても変わらんと思う。はい、ということでできました。てってるるん、すごいなんか CM っぽい。こういうプロジェクトが完成しました。新しい鍵です。的な感じ。見て、よいしょ、できました。15歳の誕生日までは変わらないとなるとまだまだ先だね。高校生からか、残念だ。あと3年。あと3年待とうね。で、ここの19まで来ました。写真撮って自撮り自撮り自撮り。なんか恥ずかしいね、自撮りさしてるところ見られると。今自撮りしたどれかが皆さんの元に届くかもしれないです。よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ、申請ぶれなかったかな。今日はねぶれなかったかもしれん、ほぼぶれてないと思う。こんばんは、なんか新鮮。ナピはね、ナピちゃんは高校生になれるかな。よし、ということでここから、次はこれは中身なので、ここからかぶせるものを作っていきます。よいしょ、ほぼね完成してきたので、あ、まだあった。20番19
13っていうそのパーツをねやらなければなりません。これだ、最後に残った中身。うん、よいしょ。パピはプラモデルの作るの向いてますよほんまにありがとう。多分ね、ナピね、プラモデルも説明書ないと難しいかもしれない。よいしょ。これで、よし。次が、これを、ここに、よいしょ。ベストヒット海洋祭、今ね横でね今流してるんだけど無音で。おおほほほほほ、あーすごい。お、今ねこれは桜坂さんがね、やまないのか、先のことはわからないまま、大好きに好きになっていく。おー、え、グループ最年少の山崎天さんが制作曲なんだ。あー、知れないけれど、きっとしないのは天気も気持ちも同じ。今ねベストヒット歌謡祭を見てるんだけど、みんな見てる？何してまあ、ここで待つ寂だれよ、後から遠から愛しさが込み上げてくる。いつまでたって変わらないのに、どっかに虹期待してしまう。寂だれよ、切なくなる、いつの日かがいつ来る。すごい、ファンの方がいらっしゃるいらっしゃる時も耐えることない永遠を愛と信じてる。グループ最年少か、マーピも ST48 グループ最年少ということで、あるかなない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 のかな、かわいいかわいいですね。そうなのですよ、 ST48 は8時半ということでみんなと一緒に見れないすごい、今ね桜坂さんが歌っています。サミダレ式を、サミダレよ、サミダレよ歌っておりますね。でこれをねちょっとねはめます。よいしょ、ここ、はい、店員さんはセンター、うんうん、よいしょ、かわいいですね、とても。よいしょ、ここをこうやってやるのか。今のベスト8歌謡祭を見ております。よいしょ、裏でここを引っ掛けると、あれ？なんか落ちた、ん？お、ナピこんばんは、ゴギザリさんこんばんは英語ありがとう、こんばんは。よいしょ、
Thank you very much。 よいしょ、ここでこれだ。よいしょ、今ねちょっとね見ておりましたですね。そう、ベストヒット歌謡祭を見ていますしながら作業中です。明日誕生日なので。よいしょ、で、お、これでやりましたと。ここで、そしたらここを、このこれを曲げるんだ。曲げて曲げてここを曲げて、うわー、このこれを、この青い部分を曲げます。以上、曲げます、入れます、これのこの尖った、これを爪をここに差し込みます。ここでこうします、こうなります。ちょっと待って、ここだけはみ出た、やり直し。よいしょ、よいしょ、だからおかしかったのか君は。よいしょ、中に入ります。よいしょ、こうはみ出した部分直します。そしたらここにもう一回やります。爪を入れますよ、で入れました。でそしたらここからどうするんだ。で中の折り曲げてロックしましたね、折り曲げてロックしました。13番、この今のやつね。でそしたら、そしたらだよ、次は外側を作っていくと。で外側を作ります。その際に、よいしょ、一応ちゃんと説明書を読みながらねやりましょうね。よいしょ、おい、で18番、うん、18番最後か。16番と17番を切り取ってみます。で16番はこれがこういう感じの向きでここになって、でここになりますね。でこれを折り曲げます。これを折り曲げます。でそしたらここでこうします。で17番はこれ、17番ね、オレンジに塗ったやつはこれで、なんかここにくぼみがある、あ、これは切り取ります。でここに穴が開きます。そしたらこれはこっち側の向きでこういう感じで折り曲げます、折り曲げます、折り曲げます、折り曲げます。でこんな感じ、はーい、できた。ちょっと待ってね、コメントがね流れてなかった一人でできるよ、ありがとう。初見さんのジニーさん、ジニーまかなやさん、まかんにゃさんのアピです。よろしくお願いします。My name is Nappy. Tomorrow, my birthday and 13. My age 13. Okay. So, please come my showroom tomorrow. Okay. はい、明日誕生日ですということを伝えたかったのです。明日誕生日、13歳になります。で、おわわわわわ、伊豆吉さん、クラッカーありがとうございます。パパパパ、ありがとう、ありがとうございます。パーさん、初見さん、久しぶり、お久しぶり、どこでやったかな、ありがとう。ナピです、よろしくね。12歳です、ぜひ応援してね。こちらのフォローボタンもよろしくお願いします。パンの T シャツいつ見たかな。あ、のりんごさん、キラキラありがとうございます。うん、 Please come my showroom tomorrow please。 よし、あ、 Yes, tomorrow is my birthday。 そうなのですよ、12歳最後のショールームですね。
結構ちょっとびっくりしてます。実感がわからすぎてやばいです。で15、これが15番、15番が一番大きいね。よいしょ。お、ここになんかあるね。これは切り取るやつ。あ、この横のやつを切り取る。よいしょ。これを切り取ってこんな感じで、よいしょ、バイバーイ、よいしょ、バイバーイ、ふい、オッケー。そしたら、お、ここに、あ、これは切り取るやつじゃないね、入れるやつだね。これを折り曲げます。よいしょ、ここ でこれも、これは折り曲げません。うん、よいしょ、 OK。 でそしたら次が14番、14番、あった、これだ、14番、14番を切り取ります。よいしょ。あ、破れた。まさか。よいしょ。はい、できました。よいしょ。はい、オッケー。うん。スタックビートル。ああ、クワガタはそうやって言うんだ。なるほど、そうなんだ。ありがとう。で、14番が多分これは。こういう感じの向きだ。これでこういう向きで、見えるぞ。君のことをいつでも監視してるよ、この間から。シナラメの誕生日カードなくなったっぽいよ。いいんです、なくなったらしいです。だからね、ナオピちゃんのね、その誕生日カードがもらえないっぽいよね、残念ながら。よいしょ、このね、この3つの穴から見えますよ。でこれを組み立てていきます。これをここの16番だね、これが16番を、よいしょ、前から仕込みます。いきますよ、よいしょ、うん。よいしょ。みんななんで見てほしくないのかな、うん、お風呂は見ないで。お風呂はさすがに。こら、これが こういう向きでこんな感じで、そしたら次が15番もちょっとこれでこんな感じでやっていきますよ。はっ、入れます、よいしょ、入れます。これだいぶ、これもだいぶ力技だね、中に結構グッて入れないとこれはまんないから。よいしょ、はい、こんな感じでできました。そしたら次がこの17番を差し込みます。おお、 CM で新垣結衣さん出てる。うん、26日の花だれ公演、あー、明日は花だれ公演の当選発表だ。うわー、マジか。そうだ、花だれ公演26日にのぴー出ます。ぜひみんな見に来てね。当選発表明日だって。よいしょ、当たってるといいな、みんな。13歳初の花だれ公演なので、ぜひ見に来てほしいな。はぁ、よう、うまくはまんないな。まあこれでも大丈夫そうだな、これで。続いてがこっちの14番にこの7番を差し込みます。うん、お誕生日おめでとう、ありがとう。明日もぜひ言ってね。多分ね、つい癖で12歳って言っちゃいそうで、ちょっとね、あの、怖い。癖で言っちゃいそう。もし言った時はみんな笑ってください。
あはは、って言ったなって待って、13歳のアピですっていうのね、永遠の12歳なので、うん、本当にその通り12歳って言っても永遠の12歳だからねっていうことで流しといてくださいで、最後にこの18番を上に載せていきたいと思います。この載せ方が、ここがこうして全部こう曲げますね。で、この尖ってる部分だけは残しとく。あ、これはなし。で、これはどういう向きかな、どういう向きになるの、これこういう向きか。で、これを曲げます、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 曲げます。で、これをこうやってはめるのかな、これどうやってはめていったら、あ、こうやってはめるのか、ここがこうなってる。で、こっちが前になるから、見て、ちゃんとすごい、こっち側ガチャガチャ、あのカード販売機でうーんって回すところがちゃんとあるんで、よいしょ。で、ここをまず入れます。で、そしたら次にこのここをよいしょ入れます。で、尖った部分は後で使いますと、よいしょ、工作中、カード販売機の工作中なんですよ。そう、今ねこれね、カード出すのね、工作中、色塗り終わったから、誰も質問来てないのに何か言ってるよいしょ、とりあえずね、あのすごい人数のよいしょ、うん、はい。で、そしたらこれを入れます、はめます。そしたらいい感じになるかな見てシーソーみたいやだ、せっかくはめたのに。夏休みの宿題早いな、夏休みの宿題。15歳がゴールデン初歌唱、すごい、すごい。ナピ今13歳だからになるから、2年後に歌謡祭に出れたらすごい。15歳の方が、あの石川花さんだったのかな、今ね歌っていらっしゃる。すごい、ナピも出れるといいな。15歳、一人で歌えるかな。ゴールデン初歌唱だ、いいな。ナピもゴールデン初歌唱になったらいいな。で、以上、これで大丈夫かな、これでちゃんとハマったかな、ハマりましたと。よし、これでハマったね、もうほぼ終わったね。そしたら、待って、これが本当に浮いちゃうね、どうしてだろう。これが浮いちゃう、よいしょ。で、ここをこういう、これがこの、ここがこうなるように、じゃあちょっとはめていきます。よいしょ、見て、すごい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 、いくよ、これでいくよ、よいしょ、いくよ、よいしょ、よいしょ、はめるよ、よいしょ、はめます、よいしょ、おお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 お、すごい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 、はまったじょー、すごいできたー。で、ここの尖った部分を最後に入れるだけ、入れます。で、裏のところをちょっとね、これは、これはちょっと、この状態でいいのか、このままで大丈夫そう。こうちょっとやります、よいしょ。そのこの箱はね、カード販売機になるのですよ。で、カードは多分ここから入れるんだね、すごい。これ
れはすごい。ちょっと試しにねカードがちょっと準備してみたのでカードを入れていきたいと思います。どの向きで入れるのかな。でここをここで入れます。どうやって入れるの、どういう風に遊ぶのこれ。あ、日向坂さんだ、新しい曲。うわ、仮面ポーズのやつ、あのこれで合ってる、仮面ポーズのやつです、この曲。おお、すごい衣装が、あの月とその暗い感じの夜空っていう感じの、うん、綺麗。このままじゃダメだ、あ、分かった大人。ほら今うん、そんなにもうあんなにもうずっと慣れだまだ歌えないんだけどね、すごい衣装がふわふわキラッキラってなった。これね、Mステさんでもねでのやってましたね。あーおー、カメポーズ Mステで見た。このままじゃダメだ、ハムカッタハムカッタ、どん、うう時間嫌だった嫌だった、世界に目をつむさせなくなった、僕たちは花開き合えない、あなあ、仮面ポーズ衣装綺麗仮面ポーズきた、最後もお、2曲、あ、違った、最後のポーズがこれだ。すごい、おお、終わった。うん、この曲ね、歌えるようになったらちょっと歌いたいなと思います。ちょっと入れますね。おお、うん、うんうん、タツノ、うん、嬉しい、ありがとう。いつかそんな日が来たらいいな。いつかそんな日が来たらいいな。うんうん、うえオーラーオーディションの時にねノッピはオーラがあるなっていうのを自分で言ってたんだよね自分で言ってたんじゃない、そう、周りから言われるのでって自分でね言ってたんだよ。そうそうそう、嬉しいありがとう、センター顔だね、ありがとう、嬉しいな、本当によろしくお願いしますじゃあちょっとカード入れるねカードここに入れるのかな、こういう感じの、あのまあトランプカードですトランプカードを入れます。こうやって入れるのかな、ええ、なんか出てきちゃったよちょっと当ててきちゃったよ間違えたっぽい、ここじゃないのかな、ここで、あ、こういうことだな、え、うん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 、あ、うん、少年少女と合唱団と紡ぐ美しいハーモニー、すごい、たくさんの子供たちが一緒に歌っている。
いしょ。お客様困ります。あ、すみません、あのちょっと出てきてしまいまして、よいしょ、うん、でこれでちょっと蓋をしてみるよ。でコインがね入るんだね。ちょっとコインを入れてみようか。あった、よいしょ、コインがねあるから、はい事務所まで来てください、すいません。コインを入れます。でいきますよ、シャリン、こっちか、こっちで、え、待って、すごいよ、見て、いくよ、見ててね、いくよ、出てきた、すごい、これ。でも2枚とも出てきちゃったよこれ。よいしょ、いくよ、あ、間違えた、こっちだ、出てきた、出てきた、出た、すごい、できた。疲れた本当に、やっと完成した新しいものが、やっと見て、ガチャガチャとカード販売機、カード販売機、カード出す、よいしょ。そう、これはね、ちょっと待ってね、あ、待って、ここ色ある、え、知らなかった、マジか、そんな、嘘、ここだけ色ない、ここ真っ白の状態でいくまあなんか飾り付けとかでなんとかなるかな。広かった、ここだけ、オーマイガー、うそマジか、ここだけ失敗です。でも白っていう色もあるからねうん、白っていう色もあるからしょうがないねあ、できました、よかった。うんうん、これをね、こうやって回すとね、いくよ、出てくる、くるくる回してるとね、くるくるってね出てくるんだよ。うん、ここはね白く塗ったんですよ。そう、ちゃんとね色は塗ったんだけど、白のね、あの絵の具を塗りました。バンドだすごい、なんかちょっとね小音でね、緑と黄色と色に社会って書いて、緑黄色社会、緑黄色社会、読めた読めた読めたの方が、家庭科でね習ったんだけど、読めたよ、覚えた覚えた、緑黄色野菜じゃなくて、間違えた、緑黄色社会さんが、わー、みんなのおかげでやっと覚えました、やっと覚えました。私ね、今までね、この方もね、緑黄色社会って読んでたんですよ実はうん、テストね出なかった、そう、なんかね、実はね、テストね出なかったよ、せっかくあんなにも覚えたのに、よくお食野菜覚えなかった、覚えたんだけどなかったちょっと待って、キャラクターが今出てきたんだけどさ、すごい目がたくさんある口が真ん中にあるよ、すごい、青と赤、なんか
んだけど。で、まあこんな感じのガチャガチャも完成したことだし、これもね一応ちゃんと出ますよ。ほら。うん。でこれね戻せるっていうことに気がつきました。戻せる。うん。緑と青は六色って読むんだ。そうなんじゃ。あ、直人くんさんこんばんは。初見さんですね。ナオピです、よろしくお願いします。12歳です、ぜひ応援してね。こちゃんフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとう。テレビ内じゃん。今ねベストヒット歌謡祭をね見ております。一緒に見ようね。明日ナオピ誕生日なんですよ。カプセル中身まだから、はい、カード販売機も完成した。すごい、しっかりとしたカード販売機。はい、ということでね2つ完成いたしました。すごーい、これも完成したよ。はい、 ST4Tentさんは8時半からです。みんなと見れなくてじゃねーです。うん、誕生日はね9時まで OK とかないんですかね。そしたら見れたのにね、8時半からね。うん、次はお城のプロモデル。お城そんなのがあったらやるかもしれない。うんふん、3000人以上の方見てくださってありがとうございます。予約カード販売機はい完成しました。完成形が見れましたね、やっと。明日のアピ誕生日です、ぜひお祝いしてね。でもねパーティーはね12日にやりたいなと思っております。後ろにね鉢あるんだけど、よいしょ。はい、11日は明日のアピの誕生日パーティーの準備をしたいなと思います。そうそうそう、チパーティーの準備をねちょっとしたいなと思います。そして12日土曜日にパーティーをみんなで一緒にねやりたいなと思います。で昼頃がケーキちょで、午後がたこ焼きの予定でございます。持ち物はちょっとツイッターを見てみてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひツイッターを見てね、緊急性ツイッターを見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでこれスクショしてね、はい、よろしくお願いします。ありがとう。こ焼きもね、そうね、作れたらいいなと思います。みんなツイッター見てね。ツイッターを見てみてください。みんなにこれが広まってるといいな。よいしょ。ケーキもね、食べれたらいいなと思います。イエイ！カシャ！よろしく。うん。ありがとう。めんごさん、ハートありがとうございます。うん、よいしょ。ナピのテストの点数テストの点数は内緒です。教えない。教えたらちょっとやばいかも。でもね今回はあのテストの点数上がりました。今回ね、前回よりもテストの点数はね上がりました。うん、でも内緒にする。よいしょ。え、乃木坂46さん出る。おお、そういえば斉藤飛鳥さんが今年でご卒業ということで、あの見ました。くるくるがねすごいってなって、私もうちょっとってなりました。すごくちょっと残念です。うん、びっくりしました。本当に
なんかツイッターでえーってなってわーってなりました。うん、絶対びっくりしないから教えて教えない以上。うん、いやちょっと待ってね、よいしょ。ちょっとねすごくね悲しいですね。あー始まるよ最後だって。あーここにはないものという曲です。うん、かわいい。ないものは拍子は鈴木をします。せーよかったちょっとドキドキしちゃって。うん、あーすごい白い衣装だ、綺麗。あすごく綺麗です。あ、久保ひよりさんがいたあー綺麗。かわいい。うん、こんばんは。すごいなんか背景が、おー、ガラス。紫も入ってる。綺麗、すごく背景も綺麗だし、衣装も綺麗。すごい。うん、変わった色が。後ろ。ナビも。そうそう、ステンドグラスってやつだね。こんなのがこういう風になったらいいな、いつかね卒業ってなった時に。ステンドグラス背景ね、ちょっとね色変わった今。綺麗。あーすごい降りてきた。これすごい写真で作られた。ダメ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 だ。あーダメだ、お題切れなかった泣いてないのに、泣いてないちゃったあーどうしよう、ご本人様が泣いてないのに泣いちゃった。あーすごいすごいね、たくさんの写真で作られた。うわ
いてないのにのっぴら泣いちゃったよ。本人よりも泣いちゃった。あらまあ、どうしよう。いやあ、これはね、泣いてしまう。これはね、泣いてしまうよ。多分ね、みんなも今号泣中だね。いやー、すごかった。うん、すごい。もう感動する。もう。同い年ぐらいから、すごいわ。それはすごい。すごい、これは感動してしまいます。うん、もらい泣きではなかった。ノーピもらい泣きではなかった。もうあのね、本人泣いてない。泣いた。いやー、もらい泣きではないのにね。風呂敷ありがとう。泣いてしまった。なぜだ。オーマイガー。11月誕生日ありがとう。一緒だね。イエーイ。泣いてしもうた。泣いてしもうた。うん、代わり泣き。代わり泣きね。家ですね。もらってないのよ。いやー、でも感動したし、泣いてしまいますね。これは見てしまうと泣いてしまいました。家です。うん。こんばんは。いつかこんな風になるといいですね。あれは急に出てきた時にすごく感動しました。ははって。うん、めでたいです。おめでたいです。ちょっとびっくりしましたね。ありがとう。これからも皆さんから心が優しいねっていただけるような、そのまんまのノピでいたいなと思います。うん。同じ感動をね、皆さんに直接ねノピから与えられるような感じになりたいなと思います。よろしくお願いします。ファイトありがとう。よろしくね。これからもよろしくお願いします。とりあえず、はい、この子ができた、一安心。そして昨日ね、投票したじゃん。これ T シャツの柄をね投票したんだけど、胸元のねやつね、のステンシルでねやりたいなと思っててね。でそのステンシルがね、うんとね、ちょっとすごい小さくてですね、よいしょ、ちょっと待ってね、サイズを皆さんにお見せしますね。どのぐらいのサイズなのかというのを、こんな感じの大きさ、本当に小さい。もうなんかあのこんな感じ、ほっぺにつくとこんな感じ、見えないか、もうこんな感じだね。目と同じぐらいだから、本当に小さいんですが、これが本当にね小さくてね、ほぼ見えないんだよね。その本当にちっちゃくてね、あのチュンチュンチュンって感じだから、
ちょんちょんちょんって感じなので、これをですね、胸元ではなくてですね、袖にさ、こうやってさ、ここにさ、のよくあるじゃん、こういう文字とかさあるやつ、あれなら多分あのその大きさでもいけるんじゃないかなって思ってて、こんな感じの大きさになるんだよね。だから多分これでもこれだったらいいかもしれない。そうだから、そこからこの胸元ではなくこっちに移し替えてもいいですか、いいですか。あのね、昨日決めたお船の真ん中のやつはこの今ね映ってるカープのあたりにこういう感じ、あの以上 T シャツがねこういう色なんだけどちょっとね濃いめのね水色っぽい感じなんだけど、これはねこれをのここら辺にね描きたいなと思ってて、このちょうどこのあたりだね、だからここら辺に大きくね、あのこれはで手書きでね描きます、お船を手書きで描きます。そう全部ねこれね今回手作りでしてですね、まあファンの方、あの皆さんに配るようなものじゃないので今回はプレゼント、なんかあの生誕 T シャツが研究生のでないので自分で作りたいなと思って今回ね自分で作っております。そう1枚を自分でね作りたいなと思ってて、まあですね、うん、自分は着るかもしれないけど、これをね生誕 T シャツとしてあのやりたいなと思ってですね、そうそうそう、このカープのあたりにこれが着て、これにあの船が来て、で袖、この袖の方にあのあれが来る、文字ステンシルの文字、小さい文字が来るって感じのイメージで、問題ないでしょうか、こんな感じでもよろしいでしょうか。時間だよ、嘘、今何時嘘、今何時、本当だ、もう53分だわ。あらまあ、もうこんな時間になっていたとはびっくりだわ。問題ないでしょうか。でまあこんな感じにしたいなと思います。うん、こんな感じの本当に小さいのですが、そういうデザインにノープロブレム、ありがとう、よかった、ちょっとそういう感じにしたいなと思います、よろしくお願いします、こんばんは。でまあこれもねちょっとねちょっと下書きしようかなと思いますね、まあこのあとできるかな、まあ明日もねあの一応準備ということでこれをやるかもしれませんが、やらないかもしれません、あのでもあやります、やります、やるね、明日もねやろうと思って、明日ねプリン、明日みんなツイッター見てプリン準備 OK、 くしゃみよろしくお願いします、くしゃみ出そうになるとこうなるから気をつけて、あの明日プリン用意してね、よろしくお願いします、明日誕生日食べる OKI eat, I eat, please. OK? Today, tomorrow. OK? よろしくお願いします。ということで終わりたいなと思います。プリン、明日はプリン必要、食べる、OK? そして T シャツもやろう、できたらやろうと思う。よろしくお願いします。明日は、あの、風船とかも準備するから、よろしくお願いします。明日はねパーティーの準備でございます。花束本当にありがとう。ということでね終わりたいなと思います。よいしょ、あピピピピピピノーアピ、くしゃみ止まりました、大丈夫です大丈夫です、花が来ました。ファン
ノアピーファンの一同の皆様から来ました。本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとう、嬉しいぞ。ということで、これからベストヒット歌謡祭で、ST48 さん、 ST48 が8時半から8時半から出演します。ぜひみんな一緒に見よう。終わるけど一緒に見ようね。もしこの世界から交響が消えたら、争うことなんかなくなるのに。ラララララいただきます。 13 is 韓国ペンギンさん、 Thank you very much。 誰かと誰かが 12 is を、クリケイさん、 Thank you very much。 ありがとう。 11 is KHK さん、 Thank you very much。 美しい花は変わらず美しい。 10 is 7人さん、 Thank you very much。 ありがとう。Night is エリアルマルピさん、 Thank you very much。 もし、 And 8 is 小栗ゆうたろうさん、 Thank you very much。 ありがとう、ありがとうございました。 And 7 is 高菜ヘッドさん、 Thank you very much。 高菜ヘッド。 And 6 is オッツさん、 Thank you very much。 ありがとう、ありがとう。 And 5 is デイビッドさん、 Thank you very much。 7人とも。And fourth is あたりさん、 Thank you very much。 ありがとう。どこであろうとも。 And third is ゆずきちさん、 Thank you very much。 And second is りょうさん、 Thank you、 ありがとうございます。 And first is のぞみ4号さん、 Thank you very much。 ありがとうございます。ありがとう。本日は誕生日前日ありがとうございました。明日は、パーティーの準備ということで、ぜひみんな来てね。ツイッターも見てね。よろしくお願いします。あなたはありがとう。明日もよろしくね。いるんだろうな、この線のここから入ってくるなよと、勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないくらいの花が一面に咲いていれば、みんなの足元がどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。もしこの世界から交響が消えたら